最後の一撃、第5話、日本軍のマレー進撃。まあ、日本はですね、えー、戦争という非常に大きなことをやりですね、かつその戦争が、まあ、いろんな意味で私たちが詳しく知らなければ平和を守るということはできないんですが、残念ながら、まあ、戦後の日本はですね、えー、戦争を思い出すのが嫌だということでですね、かなりそれを嫌ってきたわけですね。まあ、これが、まあ、日中関係とかそういうものにも影響を及ぼしておりますので、 やはり積極的にですね、日本の戦争というものもどんなもんだったかということを知ることは、まあ大人として親として大切だろうと思います。ここに紹介する日本軍のマレー進撃はですね、山下大将を対処とした戦いだったわけで、この前の戦争の最初に起こったものですね。一般的にはハワイの奇襲が最初だと言われておりますが、実はそうではなくて、1941年12月6日、 ハワイ奇襲の2日前ですね、南方のマレー半島、まあ、今でいうマレーシア、シンガポールがあるところですが、まあ、そこで戦いが行われました。2日前にマレー半島のコタバル飛行場から発進しましたイギリスの偵察機はですね、インドシナ半島南端のカモミサキの南東80マイルぐらいのところにですね、えー、北西に進む日本船団の軍を発見しております。 戦争はいつ起こるかわからない状態で、こういう偵察機が常に飛んでいます。これはまあ今でもそうですけどね。で、あの、この機長のラム賞っていう注意だったんですが、輸送船25隻、戦艦1隻、巡洋艦5隻、駆逐艦7と司令部に報告しております。えー、これはですね、あの、非常に重要な発見ですね。まあこういった偵察機の発見に対して司令部がどう動くかということが問題です。 翌朝には同じコタバル飛行場からイギリス軍のカタリナ飛行艇が偵察に出ましたが、これは日本軍の戦闘機に攻撃されて撃墜されました。えー、最初にですね、輸送船が動くときには非常に時間がかかりますので、まあ、その間に飛行機に捉、えー、らえられてしまうわけですね。そうしますとそれで擁撃を受けますので、えー、なんとか日本軍は偵察機を撃墜することをま一生懸命やるわけですね。 まあこういった、まあ、戦争の2日前ですね、怪しい雲行きでありましたけども、まあ、シンガポールにいるイギリスの軍司令部は迷いましてですね、出撃を見合わせておりました。えー、深夜0時になって、日本軍のマレー攻撃の先発隊はですね、無田口中将でした、18師団ですが、まあ、歩兵の56連隊、歩兵の23旅団がコタバルに上陸しまして、 これも続いて深夜2時。まあ、2時間遅れですね。山下大将。まあ、当時は中将だったんですが、えー、この指揮する25軍司令部と第5師団が、あの主力がですね、シンゴラーに。それから第5師団の歩兵第42連隊がパタニーに上陸をして3方面から攻撃を開始します。えー、コタボル上陸作戦ではですね、イギリス植民地から派遣されてたイギリスインド第8旅団と激戦となりました。 えー、これはあの非常にこう重要な戦いですね。まあ、稀作戦自身が重要ですが、このコタボル上陸作戦っていうのがですね、まあ、あの、その後の、まあ、日本の戦いで大きな影響を与えるわけですが、まあ、通常の方法でですね、敵が守備している海岸線から上陸するにはですね、これはもう海岸線に全部こう、統治下がありまして、そこから機関銃で撃ってきますんでね、上陸する将兵がバタバタと倒れるわけですよ。足が水に取られてますから。 でそこでまず制海権を、制空権取るんですね。飛行機でまず制空権取る。制空権が終わったら今度は沖合に戦艦を出しましてね。空から攻撃されると戦艦も逃げ回らなきゃいけないので、戦艦を出して、上陸する地点の要塞を砲撃します。戦艦の砲撃が一番強いですからね。これで砲撃して、えー、上陸する地点の敵の要塞を破壊してから、上陸終点に乗った兵士が、 上陸し突撃を行うと、こういう人情でやるんですが、えー、マレー作戦では常識外れの速度で進撃して初めてイギリス軍を破ることができるとこを考えておりましたので、えー、クタブル上陸作戦も、制空権の確保も戦艦の砲撃もなく、直接陸軍強襲部隊が敵の要塞の前に出るという。これはもう大変でですね、<laughs> まず上陸要衆点に乗り移るときに、 えー、上空から飛行機が来て爆撃されたら終わり。それから上陸地点で足が取られてる砂浜でですね、敵の機関銃に当たれば終わりと。まあ、いうことなんですね。まあ、まさにその通りになりまして、まあ、上陸部隊は、大隊長以下中隊長二人死亡しながら、バタバタとやられて、ああ、なったんですがそれでも突撃して、えー、海岸線に共闘砲を築きます。まあ、一旦共闘砲を築けばですね、そこを中心に、 敵を攻撃するので、コタバル上陸が成功いたします。まあ、このようなあの日本軍のですね、戦い方っていうのはそれほど世界で一般的ではありません、えー。どういう戦略を取るか難しいんですね。で、こういった戦略を取るためには、まず大前提としてですね、まあ、命を捨てる覚悟をした士官と兵士がいなければもちろんダメなわけですね。いくら強襲しろったって、いや、敵が撃ってくるが嫌だって言うのダメなんですね。 つまり死に向かって突撃するという猛果敢な兵士がいなきゃいけない。で、その結果、コタバルの戦闘9時間の結果ですね、日本軍は全体の16%にも当たる320名の犠牲を出して、えー、コタバルを占領するってことになりました、えー。しかしですね、こういったことはよくあの平和の時にちょっとした評論家がですね、あれは無謀だと言うんですけどもですね、無謀だってのはどういうことなんでしょうかね。 コタバルへの強行上陸は作戦としてどうだったか。マレー作戦全体ではですね、まず日本軍が勝利したということは、まあ、プラスですね。兵力は日本軍が3万5千人、イギリス連合軍が8万9千人だったんですが、戦い終わった後、やっぱり勝つとですね、勝つということはそういうことなんですが、日本軍はたった1800しか失いません。まあ、そのうちの360をコタバルで失ったわけですが、まあ、だけども勝ちましたからね。 勝ちましたから360、あの、えー、1800しか犠牲者を出しておりませんが、イギリス連合軍の犠牲、まあ、死者はですね、それに対して2万5000と、10倍以上ですね。だからやっぱりコタバルの強行上陸は、まあ、そこで亡くなった方は、ま、大変に気のに毒なんですが、まあ、成功したと言えるわけですね。つまり戦、戦争ってのは本当に難しいので、 単に損害が少なかったというだけで、もちろんその戦闘に勝ったとも言えないし、最終的に成功したとも言えないわけですね。最終的な目的に何が必要かってことですね。まあ、例えば将棋をやれば、えー、を捨ててってなこともあるわけですね。符を捨ててっていうのは、捨てられる符にとっては大変に問題なんですが、だけども、符を捨てて銀を捨てて金を捨てても勝てば勝ちなんですね。これがま、戦闘というものであります。 ま、あの、その典型的な例がですね、日露戦争の時に、ま、無謀な突撃を繰り返したと言われ、野木将軍は、ま、頭が悪いと言われた203高地の攻撃ですね。この時は日本軍はロシアの要塞と機関銃を前にして正面突撃を繰り返して、膨大な犠牲者を出しました。この旅順後遺戦ではですね、日本軍が5万1千ロシア軍が6万3千を参加してですね、損害はほぼ同じ。日本軍1万5千ロシア軍1万6千で、 戦いは日本軍が勝利し、ロシアが降伏しました。この旅順の戦いをどう見るかってのはもう非常にあの、いろんな意見があるんですが、日本から見ますとこれ評判が悪いんですね。そこまで突撃しなくてもよかったんじゃないか。いやしかしロシア軍から見ると全く反対なんですね。歴史を上から目線で見る人が多いんですよ。つまり、どっちの損害が一万いくつだったって見ることが多いんですが、実際に戦っている兵士にとって見るとですね、 友軍の日本軍の損害が1万でも2万でも、まあそれほど差がないったら極端なんですが、まあ、それが問題ではないわけですね。戦いが終わるまで自分が生き残ってる場合ですね、<laughs> 勝てば生きて祖国に帰れるけど、負ければ殺されるか捕虜なんですね。ですからまずは何名死ぬかっていうようなことよりかですね、勝たなきゃいけないっていうことがあるわけですね。実際ですね、旅順後為戦でまあ日本軍が勝った後、 陸戦は、法典に移って、法典海戦が行われるわけですが、この時にロシア兵はビビっちゃうんですよ。なんでビビっちゃうかとい乃木の軍隊が来たからですね。<laughs> 失礼しました。乃木の軍隊はですね、いくら殺してもへこたれないという噂が広がったんですよ。だから最後はこちらがやられるということですね。これ、面白いことでですね、1人のロシア兵士が2人の日本兵を殺しても、またさらに来ると、やがて自分が殺されるんですよ。 だから戦ってもですね、もしも日本軍が乃木軍のように死んでも死んでも来るような軍隊だったらば、どうせロシア軍は絶対に負けるんですよ。だから、これの印象を植え付けたっていうのがですね、これが乃木の、乃、まあ、木大将が軍心といわれるまあ一つの理由なんでしょうね。戦いは上手い下手じゃないんですね。最終的に勝つためには相手に恐怖心を与えたら、もう 戦いは負けなんですねまあ、強心を持った方が負けなんですねですからこたわる上陸に際して <laughs> まあ強行上陸という無防備なものをやりかつ統治下正面に上陸したいしかも将校がですね大隊長中隊長以下ダンジャン死んだのに突撃してくるということが分かってですね、まあ、イギリス軍はその後交代に後退を重ねざるを得ない、まあ、こういうことになりましたね結局最終的には日本軍の損害が1800に対して イギリス連合軍2万5千が <laughs> 死ぬという、そういう状態になりました。えー、この有猛果敢というものは一面で非常にいいんですが、一面で弱いんですね。いい方に出れば勝ちますし、悪い方に出ると玉砕をして負けに繋がるということですね。まあ、こういったようにあの、よくですね、戦争の評論を見ますとね、 えこういう戦い方はダメだとか言わ単純に書いてあることが多いんですが、まあそうでもなくて、状況や結果において柔軟かつ冷静に判断するということなんですね。まあともかく、マレー作戦というのは日本の、まあ日本ではあのハワイの奇襲が有名ですけど、これはアメリカ軍が有名にしただけで、あの、に、あの、全体の戦局としてはマレー戦争、このマレーの作戦が最初なんですね。イギリス連合軍と戦いながら55日間で1100キロを走,走破し、 シンガポール要塞を攻略した、まあ、世界史にも残る戦果、これがシンガポール簡略、マレー作戦でした。まあ、1日20キロ進,進軍したわけですから、単に歩いても毎日5時間ずつ歩き続けるわけですが、まあ、戦いながら歩き続けるということで、まあ、大変な戦いだったと、まあ、いうことが言えます。このマレー作戦は、現在の日本人が誰もが知ってなきゃいけないような、非常に重要な、歴史的にも重要な <laughs>、 歴史認識という点では一番重要な戦いでありました。これで、えー、第5話を終わります。えっ、ー、と、ちょっとこれをつけておりますのは、途中で録音がシリキレのトンボになることが多いので、えー、ちょっと後に個をつけております。